て、今からちょっと掛け声の練習します。材料分をもらってください。でも掛け声もしてください。一緒についてきてください。せーの、おおおおおおはい、おおおおはおおおおおおおはい、おおおおはおお実際で、おおおおはおはい、おおおおはおおおおおおはおお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 
にお越しいただいてます。次の曲はベースひかさんに弾いてもらいます。でもう一人いて、ボーカルまためゆう。はい、行きます。ぐるぐるワンダーランド。
も今4曲目終わったとこなんですけど、もう残りも少なくなってきました。今日もめちゃめちゃ楽しいです。でなんかキャラメルキラーズでの思い出を思い出してたら、絶対全部なんか楽しいっていう気持ちがばっかりなんですよ。でまず練習も毎回ね、わちゃわちゃしてて、ちっちゃいけどお姉さんみたいな瞳子と、あんまり何も言わへんけど、でもすごい一生懸命音楽やってくれるみきちゃんと、で一人だけ年下やのにすっごい真剣になっていつも頑張ってくれてた音見えと、で多分誰よりも真剣にこのバンドのことを考えてたみゆちゃんいつもまあみゆに対しては鬼の塩対応なんですけど、この場ぐらいしか言わないと思うので、多分私みゆちゃんに誘われてなかったらこんなに素敵なバンドをやれてなかったので、本当に感謝でいっぱいです。高校の時に出会えてよかったありがとう。あともう残り少ないんですけど、そうですね、なだなかんといてキャラメルキラーズガチ勢の人もそうじゃない人も、とんがり帽子の人もそうじゃない人も、じゃあキャラメルキラーズの魅力に溺れちゃいな、チャイナキース。Yeah.
ゃあとうとう次でキャラメルキラーズ最後の曲になります。キャラメルキラーズはこの曲で締めたいと思います。